中学受験のリスタート、たかしです。今日は電気の7回目、コンデンサの問題をやってみようと思います。最近入試問題に見られる新傾向の問題だと思います。じゃあ、始めるよ。さあ、これね、コンピューターの中身です。ケースを開けると、こんな風に基板が見えてくるわけ。するとね、なんか円柱形のものがたくさん立ち並んでるのがわかるよね。実はこれがコンデンサです。で、どんな役目をするものかっていうと、一言で言うと、電気を蓄えることができるわけ。まあ、身近なものだと、充電できる電池ってあるよね。それに近い感覚のものです。で、一つ一つを取り外すとね、こんな風に円筒形をしてて、いろんな大きさのものがあります。で、物によって中に溜めることのできる電気の量がいろいろ違うわけだ。で、記号で表すときは、こんな風な記号になります。電池の記号によく似てるよね。でも電池と違うのは、両方同じ長さの線で書く。これがコンデンサの記号になります。さあ、じゃあこのコンデンサ、どうやって電気を貯めるかっていうことなんだけど、実はね、原理は非常に簡単です。しかも、同じ仕組みのものが昔からあります。昔はね、これ、雷電瓶って呼ばれてたの。この瓶の中に電気を貯めることができるっていうことです。どれぐらい昔に使われてたかっていうと、江戸時代、平賀源内っていう科学者が日本にいたんだけども、この平賀源内がね、エレキテルっていうもので電気を作って、まあ、遊んでました。で、このエレキテルは静電気を利用して電気を作るものなの。で、このエレキテルで作った電気を雷電瓶の中に溜めていろんな実験をしたと言われています。で、この雷電瓶、瓶の中に電気を溜めるっていうんだけども、実は瓶はほとんど関係ありません。どういう仕組みかっていうと、瓶ってガラスでできてるでしょ。で、そのガラスの内側と外側に薄い金属の膜が張ってあります。だから、金属、ガラス、金属っていう風に三重構造になってるわけ。で、ここに今乾電池をつけてね、その瓶の内側の金属と外側の金属にそれぞれプラスとマイナスの端子をつけてみます。そしてここに電気を流します。すると、電気くんが出てくるんだけど、この電気くんがね、この薄い金属の膜の中に溜まった状態になるわけ。これで充電完了っていうことになります。ここで電池を取り外して、例えば豆電球なんかを入れる。そうすると、溜まっていた電気くんが今度は逆向きに流れ出て豆電球をつけると。こういう仕組みになってるわけ。だから、コンデンサーの一つの性質っていうのは、まずこうやって電気を貯めます。今時計回りに電流が流れてるよね。で、この充電されたコンデンサーから電気が流れ出るときには逆向き、反時計回りに電流が流れることになります。さらにコンデンサー面白い性質があります。今乾電池があって雷電瓶、まあコンデンサーだよね。で、ここに電流を流していきます。で、横軸が時間、縦軸が流れる電流、この電流計にね、これでグラフを作ってみましょう。まあ今スイッチが切れてるから電流はゼロです。で、ここでスイッチを入れるとね、こんな風なグラフの形になっていきます。これ何が言いたいのかっていうと、もう一回戻してみよっか。ここでスイッチを入れた時に、この電流計に通る電気くんの数、これ考えてみてね。そうすると、こんな風に充電されてる時には電流が流れるわけだ。でも満タンになるともうここ電気くん一個も流れてないでしょ。満タンになると電流は流れなくなります。つまりコンデンサーの性質っていうのは充電中はそこに電流が流れます。でも満タンになってしまうと電流は止まる。つまり電線が切れたのと同じ状態になるっていうことになります。さあ、そうするとこんな回路考えてみましょう。豆電球と電池、スイッチがあります。で、ここにね、豆電球と並列にコンデンサを入れてみます。さあ、これでね、スイッチをパチって入れると、豆電球つくかつかないかどっちなんだろうね。さあ、じゃあスイッチ入れてみよっか。入れると電気くん出てくるんだけども、コンデンサが充電されてる時には、こちらのコンデンサの方に電流が流れていきます。つまり、豆電球は消えてるわけ。で、コンデンサが充電されると、こちらには電流が流れなくなる。導線が切れたのと一緒になります。で、豆電球の方に電気くんが通るようになります。つまり、コンデンサを入れることで、スイッチを入れた瞬間はね、豆電球消えてるんだよ。で、これが、ぼやーっと明るくなっていく。こんなことができるわけ。
さあじゃあ今度はこのスイッチ切ってみようか。普通は切ったら豆電球がパッて消えるよね。でもコンデンサーを入れることでここを切るとコンデンサーの方から電流が流れるようになります。充電されたコンデンサーが空っぽになるまでは豆電球がつくっていうことになる。つまりこのコンデンサーを入れることでスイッチを入れる、ぼやーっと明るくなる。切る、ぼやーっと暗くなる。こんなことができるわけ。ほら、クリスマスツリーとかにあるじゃん。ピッカ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 っていうのもあるけど、中にはぼやーん、ぼやーん、ぼやーん、ぼやーんみたいなのあるでしょ。これはコンデンサを使うと作ることができるわけ。では、まとめます。コンデンサ、電気を蓄えることができます。まあ、充電池みたいな役目だ。そして、貯めた後は、貯めるときと逆向きに電流が流れていきます。で、さらに面白い性質。充電中は電気が流れるけれども、満タンになると電気が流れなくなるっていうのも覚えておこう。では今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。